杉山六蔵は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。農商務省管理、杉山映像の逸尾として東京で生まれる。鳥取中学校を経て、1910年7月、海軍兵学校を自席で卒業し、翌年12月に海軍少尉任官。1917年11月、海軍水雷学校高等科を優等で卒業し、 天津風乗組、オランダ駐在、矢萩水雷町、夕暮れ駆逐艦長、春風駆逐艦長を経て、1924年11月、海軍大学校を卒業した。第六号駆逐艦,艦艦長、海軍省軍務局局員、第二艦隊参謀、軍令部出資、第一艦隊県連合艦隊参謀、海外教官、ユ良艦長、青葉艦長、クモ艦長、 日向艦長、第三艦隊参謀長などを歴任し、1936年12月、海軍少将に進級。品方面艦隊兼第三艦隊参謀長、第11戦隊司令官、横須賀警備戦隊司令官、第18戦隊司令官などを歴任し、1940年11月、海軍中将となった。海軍機雷学校長を経て、 太平洋戦争を第三図い主艦隊司令長官として迎えた。さらに、第三、南図い艦隊司令長官として、フィリピン方面作戦を担い、艦政本部長、県電波本部長を経て、最後の佐世保鎮守府司令長官となり、1945年11月、予備役に編入された。ありがとうございます。